今日は全国的に雨が降ります。西日本、東日本の太平洋側では大雨の恐れがあります。では現在の状況、雲の様子からですね、はい、この活発な雲の帯ですね、こちらは梅雨前線ですけれども、はい、前線上に低気圧が発生しまして、ちょうど今九州にかかっていまして、はい、九州地方がですね、ちょうど雨のピークということになっています。はい、では今後の降水予想こちらです。はい、雨雲の動き見ていきますと、現在九州地方中心ですけれども、その後ですね、四国方面に移ってきます。はい、そしてお昼頃になりますと近畿、東海、はい、そして午後になると関東地方もですね、うん、激しい雨が降りやすい状況となります。はい、夕方頃は関東地方もかなり強い雨が降りそうですね。はい、そうですね、午後、6時頃になりますと関東都心でも激しい雨が降ってくるということになりそうです。はい、道路冠水ですとか河川の増水にも注意が必要になりそうですかね。はい、そうですね。はい、雨の降り方十分にご注意ください。では大雨による影響の目安を見ていきましょう。はい、1時間に、はい、降る雨の強さによって影響がそれぞれあるんですけれども、すでにですね、1時間に50ミリを超える雨が、観測されています。はい、このくらいの雨になりますと、道路冠水といったことも起きやすくなりますので、まあ、車の運転の際はですね、十分気をつけていただきたいと思います。はい、わかりました。この後も強い雨十分にご注意ください。